では、早速ですけれども関野さんよろしいでしょうかね。はい、よろしくお願いします。関野シャルさんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、関野シャルです。今日は世界、子どもたちの写真展、写真展は、もうアラウンド・ザ・ワールド、新大陸だけじゃなくてユーラシア、アフリカ全般にわたって展示してるんです。今日は主にアマゾン、多分半分以上はアマゾンの、でアマゾンとの、僕が一番最初に海外出たのは、50年以上前なんですね。で最初がアマゾン1年間という旅でした。でそれからずっと20年間はアマゾン、10年間はアマゾンばっかりで、その次の10年間はアマゾンからアンデスとかパタゴニア、ギアナ高地に広がったけども、でもアマゾンは帰り続けて、それその次の10年はグレートジャーニーと旅をしました。でそれはアフリカで生まれた人類が、一番遠くまで行ったシベリア、アラスカ経由で南米サインタも行くんですけど、その逆ルートで、自分の腕力だけと脚力だけで進むということをしました。その次の10年が、シングレートジャーニーといって、じゃあ日本列島にはどうやって来たのかっていう旅をしました。で、いろんな子どもたちと出会うんですけども、特に、アマゾンの、子どもたちじゃなくてアマゾンの大人たちもですけどね、私の師匠です。いろんな、ことを考える上で、特に、格差のない社会、自然を壊さない持続可能な生活を未だに昔からずっと続けている人たち、そういう人たちの話をするんで、ちょっと子どもたちから離れることもありますが、中心は子どもたちの話をしてきます。でアマゾンのペルアンアマゾンと、次はベネズエラアマゾンっていうか、ヤノマミという人たちがいます。そのアマゾンで多分3分の2ぐらい話が終わっちゃうと思うんですが、それからアンデスとか、ヒマラヤ、ちょっとアフリカ時間があれば行きますけども、とにかくアマゾンを中心に話をしてきます。これは皆さんがよく見ている光景、アマゾンの空撮ですけども、実はこれから出てくる人たちは、これは標高150メートルぐらいなんです。彼らは1000メートルぐらいのところに隠れるように住んでました。というのは山のてっぺんに住んでいて、河原に行っても足跡が見えないんですね。彼ら足跡、人が来るのは怖がっているので、よそ者が来るのは、で石をポンポン飛んでいくんですね。犬までそうしているっていう、で私が最初出会った時は自分たちの民族以外知らない、よそ者を知らない人たちでした。で私が着いた時逃げました。村に入った途端に家から真っ青の顔してバッと飛び出してきて、森にバッと逃げました。で僕は言葉が分かる人を連れてたんで、森に、あいつ悪いやつじゃないから害がないから出てきてよって言って、実は2度目も逃げられました。でもその2度目は3ヶ月いたので非常に仲良くなって、でそれからは今家族みたいな付き合いが続いています。でこの環境ですけども、ここはマヌー国立公園って、世界遺産でありますけども、世界遺産で一番生物多様性があるところで、どうしてかっていうと、マヌー自然公園って一番高いところ4200メートル、プーナっていう草原なんですね。で一番低いところがこう150メートル、要するに、木のないところがあって、次に、木が出てきて、今度はウンブリンっていっても湿気がすごいところで、着生植物がいっぱい生えてて苔が蒸していて、でそれを降りるとこういう熱帯雨林で、いろんなこう一日で行けちゃうんですね。その4200から150までこう歩いてきて、最後イカダで下るんですけども、途中で止まった1日半で、いろんな生態系を見ながら移動できるんです。で鳥だけでここ800種です。非常に生物多様性が広いところで、さっき言ったように本当世界遺産の中でも一番多様性のあるところです。でこれは土に栄養分があるっていうのと、下属作用がある、
ていうのと、彼らが鳥は木の実を食べたりしてるんですけども、それじゃあ平らな栄養をこの土、特に林系の、栄養分をここで取ってると言われています。これコンゴインコですね。これがだいたいインコが3000羽集まります、朝で。こう密林ですね。密林っていうと、ジャングルっていうと、もう本当にこう下映えをこうかき分けながら進むってイメージだと思うんです。上昇じゃないんです。走れます。なぜかというと、あれ、これ空から、空から見ると本当絨毯敷き詰めたような、あの本当に豊かな感じですけども、それだけにあの日が地面に届かないんです。ってことは草が生えないんですね。だって光合成できませんから。ですから下映えがないから走れるんです。で、気がつくことは、森に入って、まあ、まばらだってことで、木はたくさんあるんですけども、その木々が同じ木がないんです。隣の木全部違う。でヤシはいっぱいあるんですけども、ヤシここで寝たように1000種類以上あります。ですからヤシでも、違うんですね、種類が。なぜかというと、実は地味が貧しい、温帯と比べて腐葉土層が浅いんです。ですから、あのこれバンコンといって板のような根が張ってるんですね、横に。じゃないと倒れちゃうんです、根が浅いから。で、いろんな木が生えてる。どうしてかって、そういう貧しい土地で、繁殖するためにはどうすればいいかというと、根の張り方が違う、養分が違うように分け合って住む、あの木が生えるようにいろんな木が生えてるわけです。で、ここで焼き跡をやってるんですけどね、これを切ってるところですけども、まあ、これの話はあと、もう木切って、で面白いのは、彼らは木を切るときに、焼き跡で、まあ、メインは最終資料なんですけども、原始的な農業をやってるんですけども、これがあの森を真似ています。何かというと、作物を植えるときにキャッサバ、芋、バナナ、トウモロコシ、里芋、いろんなものをこう混植するわけです。これ森と同じなんですね。そうすると根の張り方、栄養分が違うので、あの栄養分を分け合いながら育つわけです。あと木を切っても全部切らないです。あの日陰ができるようにですね。もう一つは、2年経ったら最大3年で別のところに畑作って、また2、3年経ったらまた行ってって言って、50年ぐらい経って戻ってくるとまた原生林に戻ってるという、で完璧な持続可能な生活をしています。で、後から来たプランテーション作り、あるいは牧場作りの開拓者がやってきます。その人たちは全く違う作り方です。木を切る、そこは同じです。で、彼らは混植してるけど、プランテーションを作る人たちはバナナばっかり、コーヒーばっかり、カカオばっかりってやってます。で、2年経っても3年経ってもそこをもう開けたから、移動しないんですね。だから強い雨足と強い、だからここはあの混植していて、いろんなものを生えていて、その強い、その森、このいろんな葉っぱでずっと上が覆われてるっていうことは、どういうメリットがある。日は届かないんだけども、強い雨足が当たらないんですね。それから強い日差しが地面に当たらないから、土地がずっと維持されます。ところがプランテーションは、まあ、明けっぴろげなので、強い雨足、強い容赦が容赦なく突き当たって、最後ラテライトっていう、まあ、砂漠化に起こるわけです。それは牧場も同じだし、プランテーション、あともう一つ最大の欠陥は何かというと、そこの土地でバナナを作る、カカオを作る、コーヒーを作る、でもそこからこの人たちはそこで食べて、そこでうんこします。でもプランテーションの人たちは全部作物として持ってっちゃうんですよ、外に。ってことは、その土地の水と養分を全部持ってっちゃうってことです。森が疲弊するのは当たり前ですよ。その違いは非常に大きいですね。で、ここの、家族なんですけども、ちょっと、これはあの最初で行った時逃げた人たちの家長と奥さんですね。で、着いた時に二度逃げたわけですけども、まあ、これはもうくつられるってことは、写真も慣れてきて、まあ、本当にこの時はもうすでに
家族みたいに付き合いしています。で彼らに話を聞くんですね。まあ彼らの例えば名前を知りたい、年齢を知りたい、で何を考えているか、いろんなところ聞くんですけども、まず名前で、引っかかります。結局ないってことが分かるんですね。でなきゃ困るだろうって皆さん思いますよね。ところが、この重心で住んでるちっちゃな村なので、例えば2家族なんですね。だから例えばこのお父さんを呼ぶときにはアパっていう、お父さんって意味なんです。アパって言えば誰が呼んでるか分かるし、お母さんはイナって言うんですけど、イナって呼べばお母さんと分かるし、じゃあ子供が6人男の兄弟、2人姉妹がいるんですけども、実はおい息子って言えば誰が呼ばれるか状況で分かるって言うんですね。で1人でも名前、1人か2人ついてるんです。だから1人太郎ってついてれば太郎の兄貴とか太郎の弟とか太郎の妹とか、で2人ぐらいついていればいいっていうことで、でほとんど名前がないんですね。でつけろって言うんですね。お前がつけろ。で僕は冗談っていうか、まあ名前つけても、その場では使うけども、まあ次来たら使ってないだろうと思ったら今でも使ってます。でこの僕は東京の下町生まれなので、例えばまあ今は違うけど、5,60 年前だったら、まあ、パパとかママとか言ってって気取ったんじゃねえよって言われて、だいたい父ちゃんとか母ちゃんとか、せいぜい父さん母さんなんですけど、でこれこの彼女、彼らを父ちゃん母ちゃんって名付けました。だから父ちゃん一家って呼んでるんですけども、で、でこれ父ちゃんが幕府、まあ、ちょっと矢が当たってるところですけども、狩猟の名人です。で幕府を取って、まあ、解体して、それで、あ、これがこれ六男なんですね。で六男も僕はこれよちよち歩きなんで1歳なんです。今50歳です。で PTA 会長をやってます。でこの子が実は五男だと間違って、五男日本だったらゴロってつけるんで、ゴロじゃ面白くねえなって言ってゴロゴロってつけたら今でもゴロゴロって言われてます。で母ちゃんは、あ、父ちゃんも20年前に力落ちて亡くなりました。で母ちゃんは病気で亡くなっています。でこの家の中見てください。鍋がありますね。これだけです。よそから来たものは、あと全てのものが自然から育ててきて作る。だから素材の分かんないもないです。柱、屋根、それから肉、ひょうたん、ご座、敷物、全部実は彼らは自然から素材を取ってきて全部自分で作っちゃうってことをやってます。で私たちはどうか、皆さん家帰って自分で自然から素材を取って作ったものを持っている人いますか？僕は少なくとも持ってないです。で時々いるのが、狩猟をやっててイノシシの牙を取ってペンダント作ってる、そういう人が男の人でいます。それは自然から取ってきて作ったんですけども、女の人で多いのが、私やってます、セーター自分でこれ編みました、羊自分で買って糸紡いで毛糸作ってやりましたか、いや糸買ってきましてやってます、作ってますっていうぐらいで、自分で少なくとも作るってことはないんですね。何かどっかで買ってきてるんですね。でそれだけ自然から離れてる私たちは、彼らはもう本当に自然の一部になっている。で全部のものが自分で作れるから格差は生まれません。あと異様な要因で格差が生まれてないんですけども、私たちの世界これから大きな問題2つ持ってると思います。それが格差です。もう一つが環境、あるいは自然です。その2つが重要な要素だと思うんですね。資源なんかも多分これからなくなっていくんですね。だから持続可能な生き方を彼らみたいに学ばなきゃいけないと僕は思っています。からもう一つ、彼らこれゴミ出ます、結構。でもゴミが邪魔なものではないんですね。彼ら綺麗好きです。でこれ掃除、ヤシの葉っぱで作ったほうきで、ゴミを集めて森にしてます。そのうちなくなってます。土に帰ってる。
だゴミがゴミではない、ちゃんと生きてる、土になっている。それから、うんこ全部飲むそうです。要するに全部土に返してます。から死体です、土葬か水葬です。土に埋める、で土に返す。もう一つが水槽、これはアマゾンの魚ほとんど肉食です。全部骨以外全部骨だけにしちゃいます。で自然に帰ってるわけです。ですから彼らが、まあ、野生動物って全部つながってるわけですね。循環してる。で我々都会生活してると完全に我々離れちゃってるわけです。彼らは完全にそのゴミもうんこも死体も全部循環の輪の中に入れるので、完全に野生動物と同じ循環の輪の中にいるんですね。で、それができる生活を今までしてたんです。彼らも崩れていますけどね。でお酒も自分たちで作ります。あの口かみ酒ですね。でペットを飼います。猿飼ったり、あとで出てくるバクを、これ全部大人を殺して食べるんですけども、そうすると子供が残っちゃうんですね。育てるんですけども、そうすると絶対彼ら食べません。ペットは絶対食べないんです。逃げたらどうするのかなと思ってるんですけどね。でこれ染色も木の葉っぱで紫がありますけども、これ樹脂繊維で作った袋ですね。編み物をしますから、あと、まあ、首飾りとか腕輪とかいろんな装飾品を結構使います。で、じゃあ彼らよく楽しみに何なの、彼ら何を楽しみにして生きていけるのって言うと、実は僕らと全く同じです。家族が仲良くて健康で、で隣の人たちとも仲良くて、それで、仕事がうまくいって、みんなそうですよね。それで時々コンサート行ったり映画見に行ったり、カラオケ行ったり映画見たり、あるいはテレビ見たり、で彼らも同じです。仲いい方がいいし、家族も健康な方がいいし、それから小説ないじゃないかって言うんですね。で小説ないけど民話も神話もあります。でカラオケないじゃないか、カラオケなくちゃ歌えないもんあんたって、彼らこうやって楽器を持って笛もあるし歌はあります。で酒も作るし、今日が乗ったらこうやって太鼓を作って、これ全部自分で作った太鼓です。で踊るわけですね。じゃあテレビないじゃないか、テレビあなたの中心の楽しみですかって言うと、いいやって。だから結局ね、面白いんで、僕は、鷲田清和さんっていう臨床哲学者っていいます。この人大阪大学の学長総長してた時に対談したことあるんですけども、彼は異文化行った時に最初気が付くのは、同じだってことなんですね。ほとんどなんだ同じじゃない、でもだんだん違いを見つけてくる。僕は逆でした。まず違いを見つけるんです。なぜかというと、違いは何で生まれるかというと、実は文化です。文化が違うからですね。で人間の特徴は何かというと、人間は文化を作った。猿は文化がないって言われてます。でいや、それは意見が分かれてるんですけども、猿にも文化があるって言うんですけど、少なくとも言葉はない。言葉っていうのは合図はあるわけです。キャーとかギャーとか言ってさ、進めとか、ただあそこ右行ってそこ左に曲がってとかいうことは文節言語はないですね。で今世界中に広がっている80億なんですかね、もうすぐ、その人類は全部一種の同じ種です、ホモサピエンス。ところがクマは違います。で熱帯にいるマレーグマ、日本にいる、本州にいるツキノワグマ、それから北海道にヒグマ、それからアラスカとかシベリアにいるグリズリー、ハイエログマ、それから北極圏にいるホキョクマ、クマでも全部種が違ったことによって、進化することによって北に進出したんです。でも人間は同じように住まないとこないほど広がったんです。なぜか、なぜ広がれたか、実はクマみたいに体身体は全然変わってないんです。人間は例えばマイナス40度のところに私たちが15分裸でいたら低体温症で死にます。
実はエシキモも死にます。彼ら適応したのは服がある家があるからです。要するに文化があるから適応したんですね。で、要するに人間だけなんです。世界中に住まないとこはないほど広がったのは、なぜできたかというと文化です。砂漠にも適応して同じ種類ですね。で、5000メートル近い高地にも住んで、サバンナにも住んで、なおかつ極北まで住んでる。こんな動物他にいません。同じ仲間サンの中で一番北行ったのはニホンザルです。せいぜいそこまでしか、下北のサルですね、せいぜい北40度までしか行けない。それをこう超えたのは多分ヌイバリの発見なんですね。そのシルクロードにいる頃は別に羽織ってればいいんですけども、極北行ったら、マイナス40度、まあ最低70度になったとなるんですね。そこに生きててません、羽織っただけじゃ。で、針の発見があって縫い付けることができて保温力が増すわけです。それで進出することができました。で、そういうやっぱり文化なんです。で、だから文化は違うに決まってるんです。だって環境が違うから、だから違いが見えるんですけども、じゃあ同じに見えるのは何か、要するに人間が普遍的なものですね。例えばなぜ笑うか、なぜ怒るか、大体同じです、世界中で。例えば面白いのは、例えば誰かおならするんですね、タワーアマゾンで。そしておならのことをこの町人が麻酔炉って言うんですけど、みんなでおなら匂いがする、音がすると麻酔炉ってゲラゲラゲラって笑う。これ日本人と同じですよね。そういうなんか下ネタっていうのはやっぱり笑いを誘うんですね。やっぱり人が、なんかいいことがあれば笑うし、なんかやっぱり人が死んで喜ぶあるんですね。こう儀礼的に大しゃぎして、まあこれは逆に言うと寂しさとか喪失感を紛らわすためにやるんですけども、やっぱりわざと祭りをやってっていうの、特殊な文化もあります。ほとんどの文化は悲しむわけです。で、そういうのはやっぱり変わらないんですね。だからそういう普遍的な面が、まあ、同じだっていう、だから人の楽しみもほとんど似てるっていうか、っていうことだと思います。